どうもピオキングです。今日はですね、世界のコースやっていきますか。でね、最初のこのコース、なんかね、サムネがめちゃくちゃすごいんだよね。でも、クリア率が意外と高くって。で、ベストタイム、もう1秒ぐらいでクリアできるっていう。まあ、すごくね、簡単そう。簡単そうって言ったらおかしいか。サムネ自体はすごくやばいんですよ。ちょっと面白そうだったらですね、あのサムネに使わせてもらうんですけど、どんな感じなんだろう。これやべえ。待って、これクリア率本当に 3%？ これちょっと待って、やばすぎない？ちょっと、いやちょっと待って、マジで一回やり直させて。1秒だからね、このままジャンプしていけねえじゃんか。これなんかあるんじゃない、アイテムがね。もうそれ以外考えられんもん。うわねえ、うわマジでねえ。まあ確かに1秒だったらクリアできないもんね、アイテム取ってたら。これね、いいタイミングあるはずなんだよね。ここらへんか。うわ惜しい。どこら辺でゴールすればいいんだろう。あ、いや待って、無心でやってたら勝手に行けて、なんか何も喋ってないんですけど、まあいいや。でちょっと気になることがあってさ、僕いつもね、あのとても難しいでトロールコースで遊んでるんですけど、難しいぐらいだったらそんなに引っかからないんじゃないみたいな、意外といける説あるよ。なんでちょっと難しいでトロールコース探していきたいと思います。ありました、クリア率 7% ちょいだね。シンプリシンプルシンプルトントロール V5 V5 って何だったっけ、なんか意味あるんでしょこれ。まあクリア率 7% だったらね、そんなに引っかからないと思います。それじゃあやっていきますか。まずこれなんだろうね、ちょっとそれはずる、あ、これいけたくね、ほらほらほら、え、ちょっと待って、なんだ、なによ、しょっぱな、なんか激しすぎ、ずるすぎ、これ入れない、やっぱダメか、ダメだってテレサ。いややるね、やっぱ 7% でもなかなか難しいということがね分かったと思います。でこのリンク取って、で上、多分こっちでいいと思うんですけどね。 7% だから落ち着いていけばいけると思う、そんなに引っかからんで。だから焦んなくて考えながら行こう。これはうー取らんでいこう、この近く、こう右行く。あ、これ取ってもいいのこれ、あ、取っていいね、あ、優しい、やっぱ 7% だね、優しい優しい。で右、なるほど、取ったらいけねえのか。それじゃあここのね、あのカロンの甲羅取ったらいけないみたいなんで、このまま先に進みます。なんか取ったらさ、なんか土管に入れなくなったもんね。じゃあこれは信じていってみようか。こういうのって多分ね、こっちが正解だと思うんですよ大体。ほら、これ正解っぽくない？で、これ多分下ないと思うんですよね。やられると思う。次はこっち。あ、いけないね。下かな、じゃあ。それじゃあここはもう50コイン下行こっか。多分こっちが正解だね。まあこれ以外ない。そして、これ絶対ね、キラーが落ちると思うんだよね。なんでこのまま左って乗ったらまずいと思う。届かねえ。いやでも分かったね。それじゃあここ真ん中はダメだね、この辺。オッケー、危ねえ。よし、いやさっきやられたので分かったからね、これちょっとカンニング的なイメージだけど、これは普通に行っていいのかな。うわ、これ上が魅力的なんだけど、こっち取りたいよね。この中間ポイント多分取ってもいいんじゃない。なんだってよ。マジかよ、こっからやり直し的な感じか。それじゃあここ下だね、オッケー。多分こっちが合ってるんでしょう、多分この土管でいいよね。いや来たっぽい、うわどここれ、うわっしゃ危ねえ。よし、えでここ真ん中におったらキノコ振ってきて、そうでここで壊していくみたいな、いやこれだよね。でこのまま上行こっか、上行って中間ポイントゲット、オッケー。これでしょ、これが正解だね。で次に行きますか、チビになって上、大丈夫かこれ、このままでいい。ああ、いやここで合ってたんじゃないねえ、この扉合ってるっぽい。でこれはどうすればいいんだろう、とりあえず待っておくね。いや待って、もう何もない感じですかね、これはどうなんでしょうか。これは、あ、いやこれやれるやつだ、あ、これ死に耐久だ、これてっきり上に行けると思ったんですけど。うわ、じゃあどんな感じ、あの右上の土管からなんか来んの、
なるほど。でここでなんか出す感じでしょう。はい、そうですか。じゃあこれ早く上に行こうか。よし、オッケーオッケー。多分こっちで土管に入って、次に行ってつららん乗って、で何々しての何々してって言い過ぎなんだよ。これはあの通り行くね。よし、この通り行こう。オッケー。なんか騙されると思ってたんですけど、ここ赤い土管があるの見えます。うわ、危ねえナイス反射神経じゃなかった。おーノーじゃねえんだよマジかよ。これやられる運命、やられる運命だね。絶対そうだね。また死に耐久じゃねえか。それじゃあ今度はこのままジャンプして、このまま右に行く。下はダメっていうことが分かったんで、こっちが正解なんでしょう。でこれは、うわ、なんか上から降ってきそう。オンしようか。オンしてこっち。まあそれしかないからね。あ、ゴールある。いや来た。ちょっと待って、大丈夫、このままゴールさせてくれないよね。やっぱりそう来たマジかよ。え、なんで、なんで動けないの、なんで引っかかってんの。あ、来た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 。いやー、ゴールできると思ってました。でもこれはなんか難しそうに見えて意外と簡単みたいな、そんな感じかなあ、待って、閉じ込められたいや意外と難しいかもしんない一つ目は左上から行くね。左上にあるこのコイン取ります。そして二つ目はどこ取ろう。右下行きます。こっち行きます。で三つ目は上の方。ちょっと待って、大丈夫。はっここが、あ、じゃああれ関門、何関門関門じゃねえ、難門関門はないね。ちょっと待って、今ね眠たいで声がちょっとおかしいんですけど、じゃあこの辺だね。こっからどうしよう、一旦待って、一旦待って、もう一回行くね。一旦待って、こっから行こう。行き過ぎ。いい感じの時のタイミングがあるんだろうね、きっと。右下、あの避けれるタイミングっていうのかな、それがどこら辺なんだろう。もう一回ぐらい待ってみる。もう一周ぐらい、もう一周待っていこう。まあ、時間はね結構あるから。で今から行きます。ほっ、よし。あ、これいいタイミング、いいタイミング。おお、避けれた。マジギリギリだけど、待って、避けれたのはいいんだけど、こっから右に行きます。うわー、むずけいや右上に行くのも結構むずけやんか。タイミングもクソもないね。意外と普通に避けれるっていうことが分かったんで、このファイヤーバーもこうやって先に行けばいい。先に取ってさっさ行けばいい。こう来たこれはゴールなんじゃない。うわ、最後の最後にむずけえの持ってきやがってどうしよう。これはシャガジャンで行ってみるね。ちょっと勢いつけて、シャガジャン全然足んねえ。それじゃあここを一旦さ、出よ一旦出て、入った瞬間からもう右にダッシュしてジャンプする。はい、よしいやこれじゃ足んねえのかな。いやちょっと見て、もうこの場面はめっちゃ取るの早くて見て、ほら、もうだいぶルーチン化してきてるからね。ここはもうねだいぶうまいんですよ。ここなんだよ、ここ。いやここマジむずいよ。もう結構ギリギリでジャンプせないかん。はっ、はい、いや、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。